高岡の漆器っていうとやっぱり中の、お椀とか箸とか生活用品っていうのはほとんどないもんやから、昔から丸本だったり文庫だったり記念品ですね。この生活様式も生活環境も変わってきてる中でやっぱり当然必要でもなくなってくるわけやから、まあ当然会社をやる上で、まあ、あの生き残るためにアイデア出しながら、まあ、商品作っていこうかなというところかな。炭木皿っていいまして、同級生に沢田健章さんという鉄の作家さんいまして、でよくあの鉄をあの金槌で叩いとるところを見て、土目をあの木につける方法、まあ、彫刻塗りとは変わったあの感じで、まあ、できるんじゃないかなっていう試行錯誤をしながら1年半ほどかな、まあ、試作を兼ねて、まあ、やっと商品になってっていうところですかね。木によって硬さが違うんで、まあ、柔らかすぎてもあの土目がつかない、硬すぎてもつかないっていうところもあったから、木の素材を選ぶことがやっぱり一番あの大変でしたかね。飲食店のやっぱりシェフの方とかやっぱり直接、まあ、うちのお店がこういう感じだからこういうものを作ってほしいとか、うん、だからやっぱりまあ必要性のあるものを作っていくっていうことがやっぱり大事なんだね、うん、自分のところで物を作っとるんやったら、まあ、自分が欲しいな、お金を出しても欲しいなっていうものを作っていこうかなっていうとこ、まあ、伝統技術っていうのはもう当然守っていかないけれども、それを生かしつつ欲しいと思われるようなものを作っていくことがやっぱり課題なのかなと思います。